こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トランスフォーマービースト覚醒から、BKC01 クルットチェンジバンブルビーとナイトバードです。それでは見ていきましょう。ということで、自分ねこのビースト覚醒のおもちゃね買ってレビューしてますので、ぜひね他のやつも合わせて見てみてください。で、今回はこちらですね。このひっくり返して変形って書いてるんですよ。この内側からひっくり返して変形、なかなかこの変形玩具でひっくり返して変形って言葉聞かないと思うんですけど、ほんとこの名の通り、クルットチェンジの名の通りひっくり返するんですよね、クルッとね。それがめちゃくちゃ面白いおもちゃとなっております。箱は結構シンプルですね。はい、でこのバンブルビーとナイトバードが、はい、入ってます。で、ナイトバードってスタジオシリーズとかでもまだ立体化されてない、多分初立体化で手に入るのがこのクルットチェンジナイトバードなのかなと、はい、思います。はい、ということで、それでは取り出していきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。バンブルビー本体と説明書、ナイトバード本体と説明書っていうね、すごいシンプルな感じになっております。で、説明書は開くとこんな感じになっていて、裏側に、はい、このロボットモードからビークルモードへの変形のさせ方が載ってあります。もう4ステップですね、はい、で、こっちのナイトバードも、はい、こんな感じになっていて、反対側がこうですね、はい、5ステップって書いてますけど、ほぼ同じような変形です。それでは見ていきましょう。まずビークルモードですね。はい、こちらバンブルビーのビークルモード、こんな感じになっております。タイヤははめ込み式ですね。はい、こんな感じになっております。で、このクルットチェンジシリーズの、一番の特徴といったらもうこれですよね。これこの水色の部分、これがこの、あるっていうのが特徴で、このビークルモード時にもそれが露出しているというねところ、これもしかしたら見た目的にね、ちょっと微妙かもって思う方いるかもしれないんですけど、このクルットチェンジシリーズを象徴するアイデンティティとも言うべきものなのでね、はい、でこれの素材が、はい、TPEE ですね。ゴムみたいな弾性がある感じです。はい、でこの側は ABS でできております。はい、で次ナイトバード、はい、こんな感じになっております。はい、でこのナイトバードも、はい、ここにねこの TPEE がありますと。でタイヤがはめ込み式、こんな感じで、はい、走らせることができます。ということで、じゃあ早速変形ねさせていきたいと思います。まずは、ここ足があるんですけども、足がここのリアの部分にこうくっついているので、そのロックをこうやって外してあげます。反対側も外してあげます。はい、こんな感じで左右ロックを外したらこんな感じになります。で、もう見てください、こういうグニャングニャンの感じなんですよ。これなかなかないですよね、このプラスチックのこの変形するおもちゃでこんなグニャングニャンなことないですよね。パーツがこうやって自由にこう動くっていう、こんな遊びがあることないですよ。で、はい、この下の足の部分と上のこの部分で分かれます。はい、でこれをまずこの部分、リアの部分をくるっと回転させる。でそれと同時にこの横の部分もくるっと回転させる。はい、でそのまま上に持っていく。はい、でくるっとやってると、なんともうバンブルビーに変形しているっていう、いや何これっていう、え、一体いつの間に変形を完了していたっていうね、これめちゃくちゃ不思議なんですよね。面白いですよね、こうやってなんかくるって回るんですよね、ひっくり返されるっていう変形になっております。素晴らしい。はい、っていうのがバンブルビーですね。じゃあ次ナイトバード見ていきましょう。ナイトバードはこの足横のこの部分を下にずらす。はい、でロック外します。反対側も下にずらしてロックを
外します。はい、こうですね。でそしたらまたこの下と上でこう分かれるので、はい、こうビヨンビヨンになったらここ、はい、くるっと回転させて上の部分も回転させつつこうやって上に持っていってあげてで回転させてあげてくっつければ、はい、これでナイトバードもロボットモードになります。すごっ。これもうほぼ2ステップぐらいですよね。足のこれ外すでもうくるっとやる、うん、っていう2ステップぐらいの変形っていう。それでさ、そのさっきのビークルからもうロボットのこの、ね、2本足で立っているこのロボットの見た目にするってめちゃくちゃすごいですよね。まあ後ろから見たらここ側になってますけど、いやでも本当にこの短い変形でガラッとねから姿を変えるっていうのは本当に素晴らしいと思います。でも戻す時はさっきと逆で、はい、このくるってやったのを今度は反対向きに回転させてあげる、はい、でこの両サイドをカチッと止める、はい、固定してあげます。でそしたら、この後ろの部分ですね、これを、はい、ここの横穴があるんですけれども、この穴にこの足のパーツの横をくっつけてあげる。でロックですね、はい、でこの足をロックすることによってこの遊びがなくなってかっちりとビークルモードが決まるっていう感じになっております。このもうこうなったら、はい、なんかどっかビヨーンって伸びたりしないです。素晴らしい。はい、で次ナイトバード、はい、これもくるっと回転させてあげて、はい、でこのようにしたらこの足の部分を、あ、これまずここだ、はい、ここを、はい、くっつけてあげて足の部分この横にスライドして持っていく、はい、でくっつけてあげると、はい、これでナイトバードビークルモードになります。はい、こんな感じで、これも、はい、これでもうカッチリしてますね。素晴らしい。これは本当に、いや今まで本当見たことないですよね、こんな変形っていう。なんだろう、この今なおこう新しいものに挑戦し続けるこのタカラトミーのこの凄さ、感動しますよね、はい、でちょっと次は詳しく変形見ていきましょう。まずは、まあ、さっきと同じようにこのロック外します。はい、で反対側もロックを外すと、はい、で、はい、これを一旦上に引き上げてくるっとやるんですけど、まずこの中に、はい、この水色のねこういうものがあるんですけど、これがこうやってビヨンって伸びるんですよね、はい、これもしかして多分あれかな、この輪ゴムみたいにこうやってつながってるんですかね、うん、多分その方がどっかでこうブチってこうね抜けたりしないんでいいと思いますね。でこれ結構ね引っ張ってもね、ほらこんな感じで引っ張ってももう結構硬いんですよこれ、うん、なんかどのぐらいだろう、なんか本当に輪ゴムよりプラスチックに近いぐらいの硬さなんですよ、ね、なんですけどこうやってたくさんこうグッてね曲げたりしてもなんかどっか発火したりとか、うん、なんか壊れそうな雰囲気全くないんで、そこら辺のねあの耐久めちゃくちゃあるんだなと思います。はい、でこの状態だと足、はい、くっついてますこんな感じで、でこれを上に持っていくと、はい、こうやって上に持っていきます。すると足が開くんですよこれ自動的に。素晴らしい。これなぜかっていうと、あのまずこの状態でこのここに足に太ももにこの TPEE くっついてるんですよ。でこれは上に持っていくときに、はい、こうやってね上に持っていきます。その時ここ輪ゴムがこの状態からこうやってグッてこう開くんですよ、反対向きに開く時に一緒に足が、はい、パカッて開くっていうね連動、すごい。もうこの全部つながってるんですよね、体
腕、足っていうのがめちゃくちゃ考えられてる。はい、でこの部分ね、これを、まあ、こう今この向きなのをこうやって反対向きにしてあげると、まず腕ね、はい、腕をこっち向きに、はい、してあげます。こんな感じひっくり返すっていう感じですね。反対側もひっくり返す、でこの部分もひっくり返すと、はい、こうやって体が出てきて、でここの、はい、穴ここでくっつけてあげると、はい、こんな感じの変形になっております。なんだろう、だからここの輪ゴムみたいなこの TPE だけ見ると、最初こっち側でこうなってたやつをこう何て言うんだろう、こうぐるってこうなってたのをぐるってこうね回転させるっていう、はい、この輪ゴムの位置も変わってますね、こっからここにね、はい、こうやって変わってるんですけど、はい、まあ、ていうね、輪ゴムって呼んじゃってますけど、あのこの輪ゴムと一緒にこの輪ゴムにくっついてるパーツも変形っていうかね、くるっと回るっていう、で位置もずれる、だからこうやってロボットモードになるっていうね、すごいですよね、この配置とか、ここにやったらこうロボットになった時にこう腕になるからっていうこと考えて、あとこのロボットのここもね、この胸も本当こっちがこの本来ビークルのねフロントなわけなんですけど、それをダミーでここに胸につけてみたいな、うん、っていうところとか、だから本当にパーツの使い方がめちゃくちゃ上手ですよね、うん、素晴らしい。こうやってこっちのナイトバードも外してあげて、はい、こうやってくるっとね、はい、やってあげて、はい、足開く、で腕の部分のここも TPE もくるっとやって、で体くっつくと、すごいね。でここが車のフロント、本当はこっちですね、うん、っていうダミーになっております。すごすぎます、はい。いやでこれしっかりとこのナイトバードのね造形とかもねめちゃくちゃ細かいんですよ、こういう足の部分とか、ほらこの体、首、顔とかめちゃくちゃかっこいいんですよね、はい。このバンブルビーもね、この体の部分とかめちゃくちゃ造形細かいっていう、で塗装もねしっかり各所されてるんで、うん、全然このロボットとしてのクオリティもね、うん、全然ありっていう感じになっております。いや素晴らしい、うん、で前回の動画でこちらパパパッドチェンジシリーズもレビューしたんですけれども、なんかやっぱりこう最近ってなんかおもちゃに限らず結構その TikTok とかそういう YouTube ショートとかなんだろう、すごい短いものが好まれるじゃないですか。なので多分変形もあの長いこう難しい変形よりこう簡単にこうやってパッパッパってできるやつとか、こうくるってひっくり返すみたいな簡単な変形を結構今メインに力入れてるのかなと思いましたね、個人的にも、うん、こういうねあの短いステップ変形めちゃくちゃ好きだし、あと YouTube のね動画的にもやりやすいんですよね、 YouTube ショートとかにも上げやすいんで、はい、ので僕はめちゃくちゃ好きですこのシリーズ、はい、まあ、ということで、いやほんとね気になった方は、うん、このビースト覚醒のこのオプティマスプライマル、パパパッドチェンジのオプティマスプライマルと、まあ、バンブルビーか、まあ、ナイトバード、これとまあどっちも変形同じなんで好きな方でいいと思うんですけど、のこの2つセットでね買ってほしいなと思いました、パパパッドとクルッとね、はい、まあ、という感じで、はい、今回の動画終わりたいと思います。いやビースト覚醒すごいわ、おもちゃ本当に素晴らしいです。ということで今回のね動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。